皆さんこんにちは、イナマク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日はですね、いつものようなスキルアップ動画ではなく雑談をしたいと思うんですね。というかここのところちょっと前ですね、私が雑談の動画を出しました。ただちょっと受けていたんで、もしかしたらこう編集をすごい長い時間かけて動画を投稿して作るのももちろんメインでやっていくんですけれども、それよりもこう皆さんにとってたまにこういうのを入れた方がいいよっていう方も結構声があったので、今日はその雑談をしていきたいと思います。時間の合う方はぜひ最後までお話を聞いていただけると嬉しいです。で、先月の末に私は還暦を迎えて子供たちにお祝いしてもらったんです。場所は娘が国立に住んでいるので、国立から1時間ぐらいかな車で行って、高尾っていう、まあ、高尾山って有名ですけどね、あの辺なんですね。で、まあ、こんな感じの串焼きなんですけれども、まあ、美味しかったです。とっても新鮮だしね、ちょっと離れ屋みたいな感じになっていて、そこでご飯を食べました。で、食べ終わってちょっと落ち着いた時に、まあ、娘がささっと来て、まあ、長女ね、一番上が長女なんで来て、そしたらお母さんほらいつもバッグ、私結構重たい結構大きなバッグを持ち歩いていろんなものを入れたがるんですよ。でそのバッグを持っているのを知っていて、買い物とかねちょっと行く時にはこんな感じの小ぶりなバッグがいいよっていうことでバッグいただきました。で、まあ子供たち、次男がいるんですけど、まあ、仕事柄この次男の話もねちょっと前にしたと思うんですけれども、次男が低周波、こう肩を揉むなんか医療用のそういうのを買ってくれました。お嫁さんとかもとっても気を使ってくれて、お嫁さん同士もとっても仲が良くて、で本当にいろいろね気持ちが気の利いたねお花とか、私が長野って結構ね紫外線が強いんですね。なのでそういうのを気遣ってくれて素敵なものを買ってもらったんです。でとても嬉しかったんで、もう涙も出ちゃったんですけれども、じゃあちょっと一息ついたんでトイレに行こうと思って、で立ち上がったら、え私次っていう、まあ、下の子ですね、末っ子が高校生なんですけれども言うんですよ。でカバンから持って出して、でったらこんなちっちゃなねこのぐらいの紙袋に包んであって、もしかしたらこう手作り感みたいな感じだったんですけど、中はねとっても可愛いこうキーホルダーケースみたいなものだったんですね。うさぎがついていて、で本当にそれはびっくりして、本当に送り迎え、山の上に学校があるのでクマが出たりするのもあって、それから、まあ、距離が遠いので送り迎えをしてって、まず一人で歩いて帰ってくるってことがないので、いつ買ったのかなと思って、そしてお金もそうなんです、小遣い制じゃないのでお金どうしたんだろうとか思いながら、こうへそくりをちょっと食べてたんでしょうかね。それで買ったみたいなことを言われて、これは本当に嬉しかったです。でまあ4人の子供たちにそれぞれ祝ってもらって、まあ、帰ってきて、で次の日なんですよ、旅行に長女の家族と行ったんです。旅行に行く前にね聞いてたんですよ、星野リゾートって聞いてたので、いやさぞやすごいところだなと思って、まあ、いいところだったんですけれどもね、星野リゾートに行くんだってこう結構自慢したりしてね楽しみにして行ったんですよ。ただ松本のもう山の上なんですけれども、松本って私ほら長野だからよく知ってるんですけれども、下手したらね山の中入っちゃうと本当に険しい峠みたいなところ行っちゃうんですね。だから本当にちょっと細い道っていうかな、木がこう茂ってるようなところっていうのは、いくらナビ、 Google がナビを示したとしても、あこれダメだなと思ったら絶対入んないようにしてるんですね。新しい道路ができたりしてるのでちょっとナビを無視して行ったりするんですけれども、またのその変なところをナビが通そうとしたので、いやここ無理って言ってやめちゃったんですよ。で
もうちょっと広い道路行ったらまたこう曲がれ曲がれって言うじゃないですか。もうしょうがない、この山の中なんだよって言って、どの道山の、結局はあの山の頂上だったんですけれども、そこからなんとね、山の中峠を2時間かけて行ったんです。でホテルまでは、直接はその山からも行けなくて、車って行けないんですよ。だからこうシャトルバスみたいなのが出ているので、一回降りて2時間かけてね、山の上に行って、で途中は本当にもうすごい険しい峠を行くじゃないですか。で行って、もう最後のところは美しが原って、あの辺なんですけれども、霧が立ち込めちゃって全然前見えなくなっちゃって、で本当にちょっと怖かったりして、でもすごい、もうすごい景色なんですよ、道の隣横がね。でももうあの冷や汗かきながら登っていって、でまあ着いたんですけれども、でそこからはもうバスが出ているので、バスで行くんですね。でそのバスしか通れなくて、こう門みたいなところが、門があって、で門を開けて、でまたバスが行ったら戻って施錠するんですよ。そういう感じでやたらにもう車が入って来られないようになっていて、とてもとてももう並大抵な、もう険しいところの上なんですけれども、それぐらいだから本当に星空めちゃくちゃ綺麗なんですよね。ところが私が行った日っていうのは、その手前のところで、峠のところでももう霧が立ち込めてたっていう話したじゃないですか。だから全然前が見えなくて、星空体験とかいろいろ星のこうイベントいっぱいあるんですけれども、そういうの全部中止だったんです。まあ、ちょっとそこはね、あの見えなくて残念だったんですけれども、であのホテルに着きました。で登っていって、こう部屋に入って、で娘に言ったんですよね。星野リゾートって違くないって。そしたらね、あの星がこうメインでこういろんなこうイベントやっているリゾートホテルだったらしいんですよ。なので私が勘違いした星野リゾートとは違っていたっていうことになるんですけれども、まあでも料理とか、あのお部屋の中もとっても綺麗だったし、広かったしね、まあ星が見えたら最高級の素晴らしいところですね。こんな感じの、あの山の上にあるんですけれども、次の日の朝写真を撮ったらこういう感じで、ちょっと先行くとね、すごいところ分かりますよね、場所的にね、こういう感じのところに行ってきました。娘3人では去年も行ったんですけれども、江戸村に行っていろいろなの、あの着替えるじゃないですか、江戸村の中歩く時に、いいお姫様みたいな格好をすると、とてもあの値段が高いんだけれども、少しグレードを下げていくと値段が安くなっていくんですね。で娘はあの長女の方は町人っていうんですか、あの町の娘っていう、なんかちょっと可愛らしい着物を着て歩いてったんです。で下の、あの次女の方は新選組の格好をしていました。で私はあの薬屋の格好をしたんですよ。ちょっとこれ公開ちょっとできないなと思うんですけれども、ちょっとあのお見せするのも恥ずかしい格好なんですけど、そういう風にして私結構ね、仮装を楽しんだりするタイプなんですね。で、まあそんな感じで去年も行って、今年も行って楽しかったです、本当に。でここからはね、ちょっとタイトルにも書いたんですけれども、本当に今日雑談ですいません。悩んでいることがちょっとだけ、困っていることがちょっとだけあるんですね。これ聞いてほしいなと思うんですけど、どう思われますかね。今あのここの借りている、お借りしているマンションの、お隣とこんな感じでベランダべったりくっついてるんですね。洗濯干すところが、まあ本当にこんな感じになってるんですね。でよくほらマンションとかいろんなトラブルがあったりして、音の問題って大きくないですかね。それはもう一般的によくあると思うんですけど、音じゃなくて悩んでいることが何かっていうと匂いなんですよ。見えないし皆さんにどうお伝えしていいかわからないんですけれども、今あの長野県って日中はね暑いですけれども、夜とかはとっても涼しくなっちゃうので窓を開けて寝れるんですね。ほとんどエアコンはつけないで私も寝てるんですけれども、あの本当に悪口ではなくてね、お隣さんが若い子がいて、
それでまあたまにお会いするか分かるんですけれども、ものすごくこう脂っこいものとかを食べてるんですよ。でものすごい匂いなんです。で、それぐらいは私だって油物ねしないわけじゃないので、あの理解はしてるつもりなんですけど、それがねこうニンニク料理がほとんどなんですよ、どうも。でもものすごい油とこのニンニクとこうなんていうの、もうごま油みたいなすごい匂いが立ち込めてて、それが全部洗濯物についちゃうんですね。でうち開けとくと全部うちの中に入ってきちゃうんですよ。であの出かけて帰ってくるじゃないですか。そうするともう家の中もすごい中華の匂いになっていて、なんかお母さん臭いって言ってこう閉めてエアコンつけたりっていうことはよくあるんですけれども、でもねあのそこまで言っちゃいけないよと思うじゃないですか。だからね我慢してはいたんですけれども、タバコもどうも換気扇で吸ってるみたいなんですね。でそれがやっぱり全部この洗濯についちゃうんですね。でいろいろ考えてみて、まあ、苦情を言うつもりは全然ないんです、まあ、ここで言っちゃってるけれども、本人に匂いが臭いとかねそんなことを言い出したらきりないじゃないですか。だから言うつもりはないんだけれども、なんかこうもう誰に言うこともできなく独り言でこう愚痴ってしまいますけれどもね、皆さんだったらどういうふうに解釈してしますかね、どういうふうに解釈するのかなとかいろいろ考えながら、まあ星のリゾートもどきのお話と、皆さんだったらねこういう時にどうされるのかなと思って、あのまあ私は昼間朝早くあの昼にはもう取り込むようにしているので、だいたい昼と夜その匂いがするので早めに取り込んじゃうようにはするんですけど、やっぱどうしてもね昼過ぎまで干しちゃう時ってあるじゃないですか。その時はもう一発でやられちゃうっていう感じで、なんでよく部屋であの干したりはするんですけど、お互い様のところもあるからね、あの、まあ、しょうがないっちゃしょうがない、こういう、こうマンションなんかはどうしてもねそういうこともあるんでしょうけれどもね、あまり音がうるさくて眠れないようなんだったらばオーナーさんに言ったりということはあるでしょうけれども、匂いに関してはね言ってもねちょっとやっぱり言いづらいかなと思います。今日は本当にたわいもない本当にたわいもない話になりましたけれども、こんな感じでお祝いをしていただいた話と、それから星のリゾート違いの話と、それからちょっと困った話をしてみました。では今日はここまでにしたいと思います。またあのスキルアップ動画で次お会いしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。